はい、皆さんこんにちは、野間です。今回は、スーパーオレの UR、はい、こちらを使ってバトスターに挑戦してみたいと思います。はい、まずデッキなんですけど、これね、はい、スーパーベビートランクスを合わせて、まあまあベビー関連ということなんでね、ちょっとね、はい、まあ、似たようなキャラを合わせて使っていこうかなと。ただ見た目がちょっと残念、はい、これね、はい、通称アイアンマンセノ、アイアンマンスーツみたいだからだいぶかっこ悪いけど、はい、まあどっちかっていうとベビトラの方がまだかっこいいと思う。はい、アバターはエリートタイプを使います。はい、まあ安定の対応しエリート、この枠はまあ何でもよかったんですけど、まあ、うん、アバターは使いたいなと思って、何かなと思った時にサイヤ女だとちょっと先行取れないし、暗黒魔人でもいいんだけど、まあ安心と信頼の対応しで、アプリのラウンドは2でいっか。はい、言いましょう。で、お相手が10段の魔人です。はい、だいぶ強い方なんで結構楽しみですね。さあ、まあ今もね、バトルスポーツスタジアム、10段以降に、新しく段位が追加されて、極み1段、違う、極み初段、極み2段っていう、まあどんどんね、やり込み要素が追加されていく中で、まあその中でも10段と、はい、まあだいぶお強い方だと、思います。さあ行きましょう。はい、まずデッキがホイタンですね。僕は超殺機、ご飯積み台で回復、ベジータで軽減、ヤムチャは的確で固定で攻める。なるほど、大体分かった。まあ出さない理由もないので1ラウンドから全出します。タンバリンかかってもまあいいや。はい、相手多分こっちロベル使ってるしだいぶ動きづらいと思うんで、はい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 、まあ俺以外全出しで、さあこんな感じで行きましょうか。で、相手多分全員出してくると思うんですよ。いや出さないな、タンバリンとホイ2人出しとかそんな感じじゃない。あ、あとベジータゼロ3人出し、ベナジータメテみたいな。あ、悟空がちなみに真空のゴッドメテオということなんで、だいぶこっちも厳しい。いやそれは相手もらしい、こっちはこっちでスーパーオレンタンバリンだから相手のステータスはだいぶ削れるし、はい、全出し、あ、全出しか、オッケー、はい、オッケーオッケー。まずはガードを持っていきましたね。さあ、これで貫通できなかったとしても相当なダメージ。ただこのラウンド技は打てないので、まあ、打撃でちょいちょいダメージを与えるしかないですね。さあさあさあ、こっちのアタッカー人数が6人ということで、はい、1万8000パワーがダウンしましたね。ただこっちは2万1000下げてるんでガードは高い。あ、そこにさらにオレンが追加されるから2万4000ダウンですね。はい、まあ、初っ端だいぶアドバンテージは取ったと。で、ロベルで、敵のアタッカー人数かける3000、あ、4000パワーアップしてるんでこっちのパワーは2万8000アップということで、ここはまあまあ問題はないんじゃないかな。さあ、これで悟空を気絶させられればいいんだけど、あ、OK です。で、気絶に行かなくて、行かなくて、よし、あ、いいぞいいぞいいぞと、ご飯くすを気絶狙おうか。さあ、これで真空は打てない、これはだいぶいいぞ。真空封じただけでもだいぶでかい。さあ、ブロリーが悟空に行かなければ OK。 ああ、魔人か、まあまあまあ。さあ、マジンマジンマジン、あまあしょうがないですね。いや、これはこれで OK、 ダメージが普通に入るから追撃は来た、よし、ナイス、よし、さあ、いいですね、いいぞ。メテオやりますか。やります。で、今回のデッキなんですけど、ベビトラオレンって実際なんていうかその相性に悪いように見えるんですよ。まあ、オレンサポーターにしなきゃいけないしベビトラをアタッカーにしなきゃいけないっていう。ただこれはこれで逆に心理をついてて、相手が出してきてもオレンでパワーガード奪うでしょ、下げてもベビトラで貫通なんですよ。つまり1ラウンドだけでもそれができれば、まあ、こんな感じでアドが取れるんで、敵にアタッカー出してもらってタンバリンでパワー減らしてオレンでもパワーガード減らしてみたいな、
だから実際そんなに相性は悪くないかなって、思ってますね。はい、ここは OK。 はい、あーいいねいいねね。グロリーは全然大丈夫、気絶しないから。でおそらくこの悟空が神父のゴッドメテオを投げてくると思うんで、まあそれをいかにね、ちょっと次のラウンドを回避しようかとも思ったけど、全出しよっか。シンク投げられてもまあ敵の火力削ってるでしょ。で敵もサポーターできないはずだから、全出しして7000制限かけようか。で相手もパワーないから、多分次貫通恐れてベジットを出してくると思うんですよね。ただベジット出したら出したで、まあ相手多分それしかもう戦略ないんで、全出しして来ると思うから、そこでこっちが7000かけてエナジーためを妨害。どうでしょう。あ、でも HP 19000。あー、いや、だったらベジット出そうか。決めました。ベジット出して8人出します。7000やめました。はい、さあ相手もこれでベジットを出してくれば、まあ8対8になって、ドミガラのメテオで HP 8000削れるから、まあ結果オーライっていう。あ、違うんだ。じゃあ亀裂無効ですね。ということはこれでいいんじゃないかな。ちょっと控えめにしようか。いやいやいや、これでいきます。さあ、3人、まあ、あ、そしたらベジータの軽減がもう発揮しないから、ああ、いいっすね、逆に OK。 ああ、2人か。はいはいはい。ああ、ゼロ玉レベルマックスだから、あ、ゼロ玉じゃないや、ゴッド玉レベルマックスだから、パワーマイナスでもいけんじゃないかな。うん、相手は多分これを狙ったんでしょうけど、パワーマイナスでも多分いける気がする。さあ、ロックオンも使える。はいはいはい。ああ、そっちか。ああ、まあまあまあ。ベジットは別に8人にしたいだけだから。ああ、でもベジットパワーガード1にされたら若干痛いな。まあでもこのラウンドで、ああ、そっか。ロベル使う必要なかった。亀裂も狙えない上にガードも貫通だから意味なかったっすね。まあまあまあ、いいでしょう。さあ。まあおそらくこのラウンドでだいぶダメージは期待できますね。はい、流刑もやります、全部やります。いきましょうか。あー、ちょい残しあー、通らないけど、まあ貫通だから言うて、貫通で 2.5 倍ブロリーあるからダメージはそんな通らないってことはないと思うんですよ。で、ガードもないでしょ。あー、ちょっとチャージの勝率が終わってますけど、あー、全然大丈夫、全然大丈夫。じゃあ、龍拳で固定2000増やして、ゼロ玉じゃねえ、また間違えちゃった。ゴッド玉浴びせて、このラウンドは終わりですね。さあ、ここです。パワーガード5000アップじゃもう追いつかないかもしれないけど、2.5 倍の貫通だから技浴びせればそれなりに入ると思う。さあ、まずはパウト。相手もうまいですね。だいぶチャージがうまい方ですね。さあ2回目。ああ、うまいうまいうまい。3回目、最速2回目ですね。よし、いいね。さあ、3パフはさすがに効くだろう。で、究極バーストで 1.44 倍かかるから、これはこれで、はい、だいぶいいダメージが見込めるんじゃないかなと。あー、そうでもないか。そうでもない上にこれ亀裂も狙えないか。あー、ちょっときついか。で、ごハンクスで7000からの8000回復でしょ。まあきついね。あー、強い強い。あ、いけんじゃない、これでいけんじゃないか。パワー関係してたらちょっときついけど、いや、貫通のゴッド玉のパワー貫通っていう、まあいい検証にもなる。あー、ま
全く食らってないですね。はい、パワー関係してるっぽいんで、ゴッド玉が今のところパワー、ダメージ軽減、ダメージ倍増、全部、全部関係あるっぽい。なるほどね。はい、いいことが知れました。さあ、ドローで HP もフルマックス。で、相手はもう火力もないんで、あはは、強いね。はい。あ、そっかそっか、パワー奪ってるからか。なるほどね、そっか。スーパーオレンは1ラウンドで敵のパワー奪ってる上に、タンバリンの影響を受けてないので、まあ、シンクで減らされてもパワーが生きてるっていう。はい。今のまだ、だいぶアドが高い。さあ、あ、ワンチャンいったかな。いけ、いけいけー。よし。強い。はい。ということで、これで残ったら次のラウンド、これ2人でね、あの、ガード硬いんで、出そうかなって思ったけど、はい。まあ、普通に削り切れましたね。はい。リュウケ、普通に強いな。パワーマイナス2000。ということで、今回はスーパーオレンを使ったデッキでバトスタに挑戦してみました。予想以上に強かったです。やっぱこの確定でパワーガード3000倍が毎回発動するんで、まあ、どん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 敵のパワーガードを落とすことができるというところで、ご視聴ありがとうございました。